ジャニーズジュニア個性派7人集を特集しちゃいます。止まり方間違えてる。前回までに歌が上手な川下岳くん、外国語が得意な岡優里くんと吉川太郎くん、そして声優のようなキャラクターボイスを披露してくれた奥村聡太くんを紹介しましたが、アリス・ルイって言います。今回まず紹介するのは、では続いてですね、福井くんを紹介します。はい、こちらです。福井幸四郎、ニックネームは幸四郎、1999年1月6日生まれの22歳、大阪府出身。ジュニアになったきっかけは母が応募、特技歌、マイブーム、コーヒーをたしなむ、得意なモノマネ、椎名林檎さん、クリビ、憧れの先輩は嵐の大野聡くん、でライバルが沢田雅也くん。おお、ライバル沢田なん。ほんまや。そうですね。なんで沢田なん。もうずっと同期でやってたんで、でもう沢田くん、まあ、サニキって呼んでるんですけど、沢田の兄貴で、サニキはサニキ、そうですね、まあ、兄貴っていうぐらいダンスも歌も、うん、実はお笑いもできるし、はいはいはい、何でもできるんですよ。確かに。なるほど。でやっぱ同期やってなると、うん、ちょっとライバルかなって、はいはい、なるほどね。いい関係。そうか、沢田と同期。年齢は、年齢も同い年。22歳。めっちゃライバルやん。そう、条件が全部なんかかっこいいですね。いいな、なんかそういうの、うん、な。マイブームのコーヒーをたしなむっていうのは、これはほんま最近なんですけど、はいはいはい、家の近所にコーヒー豆屋さんを見つけて、でそこにちょっと行くようになって、今月のおすすめとかいうのを飲むようになったって。おしゃれ。ちゃんと焙煎してる。あ、そうです。すごい、マチやん。そうなんですよ。ちょっとこれ歌、さっきなガクも披露してくれたけど、はい、福井の歌もちょっと俺聞きたいな。そうですね。今日ちょっと今日のために一曲作ってきたんです。作ってきた。はい。それをちょっと披露しようかな。ぜひぜひぜひ。作れるんだ。すごい。それでは福井くんがこの日のために作ってきたというオリジナルソングを、同期の澤田くんにバックダンサーとして参加してもらい、披露してもらいます。あれ、ちょっと待ってる。それいらんの持ってるよ。何も、あ、ブロッコリーです。ちょ、用意間違えてるよ。歌があってって言ったんやけど、今今日はブロッコリーっていう曲を作ってきたんや。なるほど、なるほど。じゃあ適当に、適当にでいけるの。スタイル調整とかなしで。すごいな。ちょっと見てみましょうか。それでは福井くんでブロッコリーです、どうぞ。これの形も房のところも全部全部違いがないよ。カリフラワーみたい、違いがあればきっと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 色味よ。終了。このためにブロッコリーとカリフラワーは自前で用意しました。マジで、すごいな。面白い。聞いたことなかった。聞いたことありますよね。なんか結構有名な曲でしょ。しかも、ね、いや、完全オリジナル。完全オリジナル。ブロッコリー。替え歌よ。あ、いや、替え歌とかじゃないんやね。もうサニキと二人で、うん、フリっていう芸名でやっていこうかなと思ってるんですけど。フリ。ユウじゃなくてフ。フリ。あの福井幸四郎の風と、あの沢田雅也のリーで。沢田雅也のリーで。まごまない。おもろさで飛んでますけど、うん、歌もめちゃめちゃうまかった。うん、で後ろの踊りもうまいし、腹立つね、またそれが。どこ行くね、踊っててくれと思いましたもんね、カリフラワー。カリフラワー持って帰ってきたし。そんないらんか、踊っててくれと思って。そんなユーモラスで歌唱力も抜群な福井くんから、視聴者の皆さんへメッセージ。これからもよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。以上、福井幸四郎くんのプロフィールでした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。弱ってきた胃の粘膜を修復していく、元気な胃を取り戻そう、キャベジン。続きまして、沢田くんを紹介したいと思います。こちらです。はい、というわけで沢田雅也、ニックネームは麻婆、
1998年11月16日生まれの22歳兵庫県出身。ジュニアになったきっかけは母が応募。特技はバスケットボール、ダンス。趣味は英語の勉強。得意なものまでは、坂東英二、井上陽水、オール巨人、森進一、クロちゃん、吉田大サーカス、クジャク、マグロ、野良猫。憧れの先輩が、安田くん、関ジャニ∞の、はい、で、重岡くんと。なるほどね。え、これニックネーム麻婆はみんなが麻婆って呼んでるってこと？いや、呼んでない、呼んでない、サニキって呼んでる。サニキって呼んでる。そう、さっき言ってた、サニキ。これは僕も呼ばれたことなくて、アンケートでよくニックネームはみたいな、あるね、あるある。僕それが苦手で、なんか自分ニックネーム何やろったかなって思ったら思い浮かばんくて、で麻婆って書きました。サニキやん、サニキでいいじゃん、サニキ、サニキやん、サニキやん。ごめんなさい、サニキでじゃあお願いします。呼ばれたいっていうわけじゃないの、別に。あ、全然そんなこともなく。もっとあれでしょ、まさやから呼ばれた。まあ、もう、ね、得意なモノマネ。すごい、明らかに。なんかちょっとさ、意外やねんけど、沢田がそういうモノマネとかいっぱいできるの。そうですね、でも実は結構好きで。へー。なんか沢田がさ、ちょっとこう、表ではなんかちょっとクールっぽく見えたりするけど、うん、裏そうじゃないって俺も知ってんねんけど、はいはいはい、こんなにでもモノマネのレパートリー多いんやと思って。いや、でもクロちゃんとか想像できないんですけどね、沢田くんから。確かに、確かに。ちょっとちょっとクロちゃんみたいな。わかりました、いきます、はい、クロちゃんです、わわわわー。すごい、すごい、すごい、めっちゃ見てる。すごいわ。え、そうね、マグロってあの魚のマグロ。あ、そうです。あー、え、どういうこと、どういうこと、あんまり世界に来てもらって結構ちょっと幅使うんですけど。え、声も出ないですもん、今から。それではステージをダイナミックに使用するというマグロのモノマネです、どうぞ。これはあれですね、マグロの一本釣り。すごい、やられたマグロ。ようここやろう思ったな、マグロ一本釣り。いや、やっぱりインパクトあるんで。確かに、ややこスペース使って。そうですね、すごい。でもこういう個人のモノマネもあれば、なんか動物、広めのモノマネも。確かに連発でやってほしいよね。確かに。もうオール巨人さんと野良猫。もう大丈夫、オール巨人さんと野良猫。未知の、未知の掛け算よ。大丈夫、ちょっと一つ見ていい、オール巨人さん。確かに、オール巨人さん単体で、オール巨人さん。ファンファーレ。おお、そして野良猫。野良猫もちょっと場所、ちょっと結構使わない場所。そこのカメラでちょっと追いかけてもらってもいいですか。追いかけてもらう。はい、すごいアクションがいい。じゃあ振り向いた時にオール巨人。そうね、そうだね。オール巨人さんが猫のモノマネなんか絶対せえへん。確かに、絶対せえへん。夢のコラボみたいなってことか。小島くんの期待を寄せる野良猫とオール巨人さんのミックスモノマネです、どうぞ。こんにちは。確かに面白い。こんな沢田くんですけど、マル秘情報がまたしてもリク君から。この場におらんのいいことだけ作ってますけど、はい、発表したいと思います。はいはい、それがですね、沢田くんは岡ちゃんのことガチで好き説という。ああ、それはあるかも。みんな、みんなあーってなる感じ。なる、なります。どういうことガチで好きって。え、これなんかそういうエピソードがあるんですか。いや、なんか楽屋で岡ちゃんがちょっとプロレス技の練習したい、はい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 、と言ってて、うん、プロレスちょっと誰かかかってくれへんって。嫌じゃないですか。全然痛いよ、痛いし、うん、全然受けるよ。え、で笑顔でそのままバーって受けられて、痛い痛い喜んでたっていう。自ら、そう、自ら志願して、痛いねんけど嬉しいみたいな。やば。いや、これに関しては別に否定もしない。え、ゆりが好きなことにってことですか。え、好きってそんな、え、こじけんが、うん、とは好きな感じと一緒なんよ、これは。じゃあこっちや、
ばい。僕ら結構ガチっすよ。やってることは結構ガチ。そうなんだ。そんぐらい俺もおちゃかちゃんのこと。確かに。おちゃかちゃん。おちゃかちゃん。おちゃかちゃん。緊張して。緊張して。めっちゃ好きなの。岡くんはなんかその思い当たる節とかあるんですか。いや、澤田くんはもともとリクが好きって言ってた。え？最初あそれも言ってたよ、もともとそうアツシよりリクの方が可愛いとか言い出したあ言ってたそう、いやもうそこでちょっと気持ち悪いなと思ってたちょっと思ってて、うん、まあリクやからええかと思ってたらなんかすごい電車とかでも隣座ってくるじゃないですか、こう座る時にめっちゃ寄ってくる、だからこんな感じガチやん、でそこでそういう、そういや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 ちょっと黙った黙った黙ったいやいやいや違う違う違う、いや勘違いされるから確かに電車でボケる人なんだ、周りから見てたんだな、しかもそれ岡ちゃんボケって思ってないわけ電車やしいや何やかんや岡ちゃん最近喜んでるんですよ、えぇ、ー、ちょっと量が出てきてる、ビジネスとかじゃなくて普通に可愛い可愛いなってガチです、後輩やなって、ガチではあるね、ちょっとじゃあ今後この2人の行方に注目、注目ですね、もしよかったらダブルデートとか行きましょうよ、だいぶ行くんかいしょ、ダブルでまた落ち着いたらね、落ち着いたら寝ちゃうねそんな岡くんが大好きで芸達者な澤田くんから視聴者の皆さんへメッセージ、ファンの方たちあっての僕なのでこれからも応援よろしくお願いします、お願いします、以上澤田くんのプロフィールでした、はい、ということで今スタジオにいる6人のメンバーに聞き終わったんですけれども、最後に今日はお仕事の都合で来れていませんが事前にアンケートを取ったりくくんも紹介したいと思います、うんうん、こちらです、小芝りく、ニックネームはりっくん、はい、2002年12月22日生まれの18歳、京都府出身、ジュニアになったきっかけは嵐のコンサートビデオを見て自ら応募、特技は酸っぱいものを酸っぱがらずに食べる、趣味は弾き語り、マイブームは作曲、得意なものまでは、玉置浩二さん、千原ジュニア、桑田佳祐、福山雅治、憧れの先輩は V6 の岡田准一君と、なるほどなるほど、すごいね、なんかりっくんの割にはプロフィールに一番ギャグ要素ないですよね、お前やな、なんか弾き語りとか、ちょっと路線変更しようとしてる、作曲の方ちょっとなんかアートスティックな方のだから福井がさ、作詞して、ああそうですね、なんかリクがギター弾いてみたいなやってたりしたもんな、ライブで楽屋でお遊びでよくそういうのはやったりしてますね、なるほどね、ずっと歌ってるもんね、楽屋はずっと歌ってるさっきも下降りたら歌聞こえてきましたもん、それは岡村くんも一緒に歌ってんの、いや僕はね、隣で見てますね、隣で見てんの、岡村くんは参加せずに見てるんですね、僕ら喉大事やからな、そう確かに遊びで使われるリクすごいんですよ、楽屋で上半身裸になってギター弾いてるんですよ、そう見たことある、それそうなんや、なんか澤田くんもね無茶ぶりに付き合わされてしてますもんね、そう、一番年下なんですよこの中では、けど一番なんていうか大人というか生意気です、ね、偉そう、生意気で全然違う、大人で生意気だよな、生意気ね、リコ要素、いやこれだから特技のさ酸っぱいものを酸っぱがらずに食べるとか、リクっぽいけど、リクっぽい見たかったけどね、こういうのも陸っぽいやつ見たかった、見たかったですか、でもね、みんながどうしても見たいっていうことなので、いや、どうしてもではないから、どうしてもではないから、いや、VTR どうしてもじゃないから、酸っぱいものを酸っぱがらず食べる VTR が V で見んの、さっき小西さんやっているので、はい、わかりました、ご覧ください、すみません、はい、どうぞ、僕レモンは日常的に食べてるんで、そんなに酸っぱくないんですよ、これにさらにお酢をかけました。匂いは分かるでしょうね。嫌です。ないから噛めちゃくちゃ嫌です。まあ僕は全然酸っぱがらずに食べれるんでこれ。じゃあ早速いただきます。うわ、全然酸っぱくない。全然いけます、見事酸っぱがらずに食べきった小芝くんからこんなお願いが、はい、今食べたレモンに、
酢をひたひたにしたやつを、スタジオにもう一つ用意してるので、小島健くんよろしくお願いします。最悪や。なるほど、この場におらんやつです。酢っぱがってたけどね、もうむせてたから、まあ、ただの野球部の昼休みみんな集まってたね。野球部の何よ。大くんの無茶ぶりに応えて同期の小島くんが挑戦。果たしてお酢がたっぷりかかったレモンを食べきれるのか。全然酸っぱくない。はい、お願いします。いきます。いただきます。あ、匂いやばいよ。匂いやばいよ。匂いくるでしょう、酢。はい、ひたひたにつけます。いきます。リクに負けてられへん、僕も同期なんで酸っぱからずに食べます。いきます。え、え、でも、お、お、あれ、え、お、お、え、川ごと、川までいってる。すごい。すごい。水ありますので。すげえ。うわ、もうここ横いるだけでも涙目になってる。すげえよ、アリク。よう全部いったな今。めちゃめちゃ酸っぱい。めちゃめちゃ酸っぱいけど、俺皮食った点ではリク越したで。リク越したな。涙目にはなったけど。じゃあ僕スキンヘッドです。ホイールとかないね。ホイールとかないからさ。これで7人全員の紹介が終わりましたが、最後に澤田くんがですね、やってみたい企画で締めたいと思います。澤田くん、何をやりたいんでしたっけ？あ、僕たちダンスとかアクロバットが得意な人が何人かいて、ちょっとダンスをやりたいなという要望がありましたので、皆さんには今からですね、流れる曲を聴いて即興で振り付けをしてもらおうと思います。即興ですか？今からね、音楽を流します。その音楽に合う振り付けを皆さんで考えてもらい、最終的にはここで披露していただきます。はい、じゃあもう早速課題曲の方を聴いてみます。はい、あ、そうね、はい、お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。おお、いいね、ダンス曲や、すごいね。コンサートで着替えてる間の、ね、確かにオーバーチャー、オーバーチャー、真剣に聞いてますよ。そう、変わったら顔めっちゃガチやん。真剣に泣いてるのよ。はい、ということで、はいはい、課題曲を聴きましたけど、できそうですか？第1週、これ6人でやるってことは、ちょっと構成も考えない。構成もいい。まあ、あったらすごいですよね。もちろん、A さんも6人で。構成もです。うわ、大丈夫、はい、これ、自分で言うといていける？だいぶ不安。即興で作れって言われたらね。うん、じゃあ、では皆さんで振り付けを考えてください。はい、よろしくお願いします。初めて耳にした課題曲の振り付けを話し合う6人。制限時間はわずか10分。この企画を提案した澤田くんと福井くんの最年長コンビがリーダーシップを発揮。ダンスの方向性を決めていきます。誰かが太郎がこう真ん中から出てきて、普段から仲が良く遠慮せず意見を出し合える素敵な関係性の6人。これやばいな。あ、じゃあこういきます。これでいきます。この他のメンバーも気づいたことがあれば提案します。おっかちゃん後ろ、そこで奥村、こっち。そして振り付けを開始してから10分が経過。それでは振り付けが完成したようですので、はいはい、披露していただきましょう。はい、お願いします。時間ながらダンスとアクロバットが入ってましたもんね。はいはい、ね、確かに、すごい、これすごいカロリー使いますわ。頭も使うし、使うやろな。どうでしたか、やってみて。いや、やっぱ振付師さんってすごいんやなって。
ですよね。作曲じゃないしな、作曲もやるしな。それをね、僕らに教えてもらってやっぱありがたいことやな。構成とかあの短時間でね、あの確かにそうですね。アクロバットバク転なんかかっこいいし、すごいね。誰かが指揮ってやってたとかあんの？その位置とか構成とかやるときとか。成り行きでしょうね。成り行き。アーティストや成り行きですね。すごやってらおられるから、そうです、普段から仲良く、いやすごい、すごいですね。まあこれが澤田くんがやりたかったダンス企画でした。はい、というわけで今回は川下岳くんが考えたテーマでお送りしましたが、皆さんどうでしたか？いやこれどうでした？え、もうめちゃめちゃ濃い内容でした。名前ガチでした。よかったよかった。もう今度6人だけでもすごい、まだリックもいますし、そうね、そうね、素晴らしいメンバーですね。確かに、また今度リックも一緒に、そうやな、そうですね、一緒に。はい、それでは最後はいつものあれでお別れしましょう。せーの、ジャーニー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。